素晴らしいゴールでしたね。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を遅れてしまうんですよね。今シーズン初ゴール、